阪神大賞天は、日本中央競馬会が、阪神競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争である。聖勝は、兵庫県知事賞、京阪神ビルディング株式会社賞。第60回優勝馬、キュスターブクライ第61回優勝馬ゴールドシップ、第62回優勝馬ゴールドシップ1953年に、4歳以上の馬による重賞競争として創設。 創設当初は阪神競馬場の芝2000メートルで行われ、その後距離は幾度かの変遷を経て、1974年より芝3000メートルで定着。負担重量は創設当初半出デ戦だったが、1956年より別定に変更された。創設以来、1957年から1960年を除き、 暮れの阪神開催を飾る名物レースとして親しまれたが、1987年から春の阪神開催に移され5歳以上の馬による競争となり、合わせて天皇賞の前哨戦として位置づけられた。2014年からは本競争の一着馬に天皇賞の優先出走権が与えられている。外国サンバは1978年から 地方競馬所属馬は1995年から出走可能になったほか、2002年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別定天皇賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は天皇賞の出走候補馬に優先出走が認められている。 また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、天皇賞の優先出走権が与えられる。2021年の1着賞金は6700万円で、以下2着2700万円、3着1700万円、4着1000万円、5着670万円。コース種別を表記していない距離は、芝コースを表す。優勝馬のバレーは、 2000年以前も現行表記に揃えている各界競争結果の出展ありがとうございます。